はい、例題2です。これは、カレンダーですね。暦の問題です。で、カッコ1、ある年、夏休み40日間あったそうです。さあ、40日ですね。で、その最初が水曜でしたとできます。水曜から始まって40日ね、水曜から始まったそうです。では夏休み、最後の日は何曜ですか。なんか漠然として分かんない気がしますけども、40日カレンダーを見ると、普通常カレンダー1週間でぐるぐる回っていますですね。ですから、まず何週間というか1週間でちょっと外していきましょう。まず、7で割ってみます。すると、5週間と5日、こちらは1週間分ですから、同じ曜日がぐる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 回っています。問題はこちら、これが5週間プラス5日となります。ですから、この5日は、こちらは水曜から始まって次の火曜までという、ね、塊ができています。水木金土日月火、ここからこれは水曜から始まって水木金土、日と、これに5日ありますね。小さいかな。こちらは1週間なんで、水曜がスタートで、水木金土日月火というグループです。そして余り5というのは、また水曜から始まって、水木金土日ですね。ですから、この日が、最終日となりますね。カッコ1は、答えは日曜日となればいいでしょう。そしてカッコの2へ行きますよ。次は始業式、まあ、これある年ですから別でしょうかね、これね。で、10日後に運動会の練習を始めますと、始業式が金曜で、金曜が始業式ですの で今度は10日後、ここから、10日後を探しましょう。では10日後なので、やはり1週間分は外してみると、1余り3ですね。で、ただこれ今回は3日後なので、金曜日当日は入りません。ですから、こっから3日なので、3日あるので土日月というね、これが解読になりますね。この1日の扱いが注意ですね。まあ、これは日本語の問題となります。今日からだったら、はい。しかし3日、10日後ですから、この日は外れませんですね。1日後、2日後となります。小さい数字でこれが入るか入らないか試してみると分かります。そして、3番。今度は、発表会の練習を本番の30日前だそうです。さあ、30日前という条件で、発表会は土曜日。じゃあ、ここから戻りますから、曜
日が逆行します。どう？土曜、金曜、木曜、水曜、火曜、月曜、日曜という1週間があると思えば同じですよね。はい、35割りましょう。4週間と余り2日ですから、土曜日から2日ですので木曜日となりますね。で、これと同じで金曜から2日後、木曜、あ、土曜日から2日前ですね。まあ普通に書いて逆に数えておくんですよ。この例題の方というかこの問題の中では普通に書いて逆に回しているようですね。方法はどちらどうです。土曜なんで土日月火水木金という順番にして、こっから、まあ、2日前というふうに考えても大丈夫です。まあこちらへもう一周つけてもいいですよ。こう考えても大丈夫、ね。このようになります。読みの問題ですね。もう出る数字が1週間という周期決まってますので、そういった意味では楽なんですが、ただ、月をまたぐ場合ですね、何月何日の場合は、大の月と、小の月といって、31日ある月と、ない月があります。これをきちんと、覚えておきましょうですね。小の月、2、4、6、2、4、9、11ですね。両方覚えるのは大変ですから、少ない方を覚えるか、または大きい方を工夫をして覚えておくといいと思います。